ヒラメしか入らないのかなと思って。おーすごー、なんかここに伸びる、これシャーって。ローワン縮小杯でしょ。いやー縮小杯、本当に縮小杯、縮小杯、縮杯です、縮杯。あ、やります。ノンアルは買ってきておりますので、はい、はい、お願いします。もう乗ってんのかい。お隣に、はい、いらっしゃいませ、はいはいはい、もしも釣れてなかったらとたまたまあった美味しそうなこちら、ボラのウスのソルソルソールと塩、いくら添えて、いくらを添えて、いくらを添えて、すごいですね、それ。いくらを添えて、今日も無事に釣りが終わり、最高の思い出となりましたね。はい、乾杯。いただきます。どんなもんなんだろう。よし、いただきます。いただきます。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれやろ。何？美味しいこれ。美味しい。めっちゃ合う。これいくらと素晴らしい相方。うん。なんだ。色も白やったけどね、緑と赤の入るかなと、うん、いや、このほら薄があっさりだからいいけど、うんうん、食感だけのところにこういくらの味が入ったらめっちゃ美味しいね。確かにゆっくり食べちゃったよ。ありがとうございます。ゆっくり、ざっくり、ぷっくりでしょ。おもろい。いろいろ知ってるけど、いろいろ分からんすね。もう、かっちゃん別にお酒普通に飲んでよかったんか。ほんとよ、はい、ノンアルビール消費しやがって。つまみに、はい、あー美味しそう。きびなごの天ぷら。なぜここできびなごの天ぷらって言われそうですけど、めっちゃうまそう。美味しそうっすね。美味しそうだろ。食べていいですか。食べて。じゃあお皿で、うん、そういうなんか2人で共有して、あ、2人で1個皿で1個皿と違う。酒作ってくれてる、ありがとうございます。飲み方どうされますか。あ、私水割りでいいですか。じゃあ私も水割りで。はい、かしこまりました。ありがとうございます。すみません、いただきます。いただきます。カレーってでもね、山でもよかったのってね。そうですね。だから結構ブースで。カレーも結構好きですよね。あ、おいしい。ひびなごの天ぷら、永遠にうめぇ。うめぇ。美味しかった。美味しい。あ、あの時はこういう青魚って美味しい。うまっ、うまっ、合いますよ。うまい、めっちゃうまそうに食うね。またこれまた、うまっ、あ、熱いですよ。うまい、うまっ、すぐ熱くなる、早くね、うますぎる。ゆっくり食べて、ゆっくりだぞ。で、かなりだけどそこに揚げてくるよ。そこにポイポイと、まあそこは辛い人がそうですね。ゆっくり、ゆっくり取り込まれないよね。そうなんだよね。あれ、バカバカ、こんな遊ばれた。つなげてきた。間違った、今。順番変わってきた。お願いします。はい。お願いします。お願いします。さあ、見てみましょう。早いか。早いっすね。うん、美味しそう。妻とか食わんすか。ふう、ドライに乗せたら食べる。刺身醤油つけてる。あ、そうそうそう、うん、あれは刺身醤油を食べるのかもしれない、うん、刺身醤油が美味しかったよね。否定はできない。じゃあ一気刺身醤油が飲めないかね。ちょっと飲みたくなる。そう、わかる、飲む。わかった。うん、あれ、ゆうたろさんが動いたらええろ。ゆうたろうさん、ゆうたろうさんは主人公やけど、後輩だから。絶対濃いめにしますよ、あの人。絶対俺も濃いめにします。あ、どういうコーヒー。あ、はね、あ、そっくらやな。優しかった、ゆうたろう。本当に考えしました、本当に考えしました。
めっちゃあるときほんと何でもさこれあは絶対嘘え濃いもん半々ってはぁ、うん、なんと半々濃いとこれだロックやこゆい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 今度カッチャに作ってもらえばいい、ね、あカッチャ優しいそうですね。よかったね、太郎。ちびちびの。先輩に。なんか目の前に肉がいた。うっそ。かって思ったら。ゴミ？ゴミっすね。やっぱりゴミだった。ゴミに恵子さんがずっと。一回一回言ってた。幸せよ。いやだって本当に肉っぽかった。でも食い物に見えたもんな。うん、そうよそうよ。ね、わっぽえひどいかっちゃん。肉っぽかった。あれはゴミですよ。俺恵子ちゃんほら。かわはぎかわはぎ。かわはぎよ。かわはぎ。かわはぎだ。いや、ゴミですミンカって派手マジでごめんね、ほんとに10ゼロで買っちゃうしでも最初買っちゃうもいかっつったけんケイコさん、シーバースロットにエギつけて投げたって言ってや棚にあげた、またまた棚にあげてる、かっちゃんが途中でゴミって結局なったじゃないですか動きもせんもん、そいつ楽しかった楽しかったね、俺たちはいはいなんか、たくさん投げたですねたくさん移動したな移動しましたあそうですねたくさん投げましたたくさんかかったけどたくさんおいちょっとやめてなんかもうたくさんやめとけ手が痛くなるだろうわぁ見えてしまった見ちゃダメやろダメだよ少々お待ちくださいねはいはい、はい、もういくらでもなって体を待ちますよってそう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 、書いとくはい、もう今日ずっと釣りしてたんであ、なるほどねそらずっと釣りしてたから眉毛もなくなる眉毛もう言わないでよなんでなんでなんで眉毛半分ないですよ眉毛なくなっちゃった眉毛半分ないですよ視聴者さんの方とね、一緒に写真撮ってそうそう、もう眉毛なくなっちゃった眉毛ないからね眉毛ないからでもなんか柴犬みたいになるからいいやな油物が好きな柴犬ハハ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 ハえうわー美味しそうこれ無理やなでアジとこれチヌかなタイかチヌかでヒラメやねこれね一応チヌははいあーなるほどこれねうわめっちゃうまそううわで縁側にイクラがなんて贅沢なんだこれやばいや美味しそうまくっとるよ。これ美味しいやん。いきまーす。うん。うまい。やっぱ寿司だね。うん。すげえ。うめえ。うまいっすか。うまい。よかったですよ、そりゃ。チヌも。チヌ美味しいっすね。チヌ。美味しい美味しい。うん、やっぱチーズとあれあれか。全然臭みなくなかった。全くなかったですね。うん。餌の味が。味美味しかった。うん。美味しい。これがタイやな。味美味しい。こんだけ種類のあっけんね、いろいろ食べ応えがある。うん。うめ。美味しいっすか。タイネタっていけ。贅沢やね。切り方もなくて。贅沢な。マジ贅沢っすよ。えらいうまかった。でかかな。でパンパンなの。うん。うま。あーうめえこれいい出汁でとるうまいなうまいうまいうまいめっちゃうまいっすねうまいうまいあーおいしいうんあーうまいわあーすごい出汁でとんねこれねうんうまいめっちゃうまいわかんねうん
とんでもねえ。うめえ。とんでもねえっすか。うめえ。とんでもねえっすか。これはうめえ。はいしょ。さあ、皆さんにお知らせタイムですね。はい。ここで、ゆうたろうくんからお知らせがございます。はい。私、ゆうたろうですね。今回の、兆候をもちまして、釣りいろはの方を脱退させていただくこととなりました。で、まあ理由としてはですね、プライベートなことなんでちょっと詳しくは言えないんですけれども、まあ別に、コメントとかであったイッチさんと仲が悪いとか実は悪かったとか仲よ、まあないですね。ギリギリかな。一緒に遊戯を買いに行くじゃん。なんならあさってじゃ遊戯大会だ。大会にちょっと。まあ。で、まあ、そうですね。まあ別に何があったっていうことではないんですけど、釣りいろはの方でですね、ちょっとプライベートのことで、まあちょっと遠方の方に行かなければいけないということで、ちょっと今回をもちまして。辞めることになりました。まあまあ退社っていう形で、はい、そうですね。それでまあまあまあ一緒に次行ったりはする。まあ別に前向きなことよ。ですね。うん、まあまあプライベートでまあいいことってね、多分分かると思うけど。まあまあそうですね。ここはね、いろんなこうご家族間の話とかもいろいろあったりするんで、そこはちょっと言えないよっていうところになっちゃうけど、はい、まあまあいいことですよね。なのでまあ私も引き止めることなく。いいかなと思いました。そんな感じです。はい。うん、なんでないですか先輩は。まあでもほらまだ一緒にね釣りに行けないわけじゃないから。そういうか、っていうかあのこの釣り来たら多分この次の動画がそういうなところ。すぐ全然あり得ます。可能性はあります、ね。結構すぐですか。はい、結構すぐ、うん。要はもうただの、うん、前のスケットのスケット枠に戻るって。戻るって。だけの話、うん。ただそれだけの話。まあまあゆくゆくは先ちゃんと自分から多分次だと発表でくっちゃなか。そうですね。頑張ってください。はい、頑張ります。まあまあまあなまあ流れて会える距離やし。ですね。まあまあちょこちょこ。回も変えてくっけんね、しがちゃん。そうっすよ。うん、また卒業生チョコ、そう、ね、あるじゃないですか。いろんな意味で卒業生。まあ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 そんな感じですよ。まあ悲観することはないけど、そうですね。それともですけ山、まあ釣りの方はそうけまあ要は元に戻ったらなんかけど、4人でのまあ二度体験で2人とかになってくれるし、山の方でね、がそういう件が力仕事のできるやつの一人減ったみたいな感じになる。確かにそうですね。まあ、花粉症やったけんね、最近なんか山に凝らすと気なのかなって。いや、なんなら今日まで引きずっとったりしてね。花粉症、うん、もう、まあ、気づいとらんやった。なんか、けいこちゃんも花粉症って言ったけんさ、けいこちゃん平気やったけんな。平気だった。ああ、花粉も飛び降らんとやろうなってしか思うとらん。いや、もうあの、山について最初の方は喋ってるんですけど、後半になるについてマジで喋ってないですから。きつかった。よかったやとりあえず。いや山からは脱却できたやつ。山からは、花粉症からは逃げることができた。2月ぐらいに山にそういう調理編の時やばいから。絶対こうです。結構じゃあ顔を超えて持ってくる。まあ、自爆しようとか言うけど。まあそんな感じでございます。なんだかんだね、こう立ち入れ替え確かに激しいように見えるかもしれませんけど、まあそれもひっくるめて、まあいろいろあるんでしょ。まあいろいろあるんでしょ。まあそどこの会社もちょっと思うけど、まあちょっとね、まあ動画でするってなわけで、やっぱりそういったのって結構ね繊細なところやけんな。まあね、こう何も言わんでそのままいろはメンバーにして下がマシやったっていう話も出たと思う、うん、あのね、そんなタイミング合うって毎回合うわけでもなくて、うん、いきなりおらんくなって、そういえばだらっておらすと、まあ、私も気持ち悪かところやし、全員が気持ち悪くなるけど、それでもすっきりしてからした方がいいんじゃないかなというところで、もうやっぱちゃんと伝えておこうという決断になりました。まあまあ本当に、そんないきさつですので、まあ、これからねちょっとまあせっかくやけんがないけど、まあ、その撮影において、まあ、今後起こりうることだよね。まあもうほんとけいこちゃんも、まあね、まあ今後、そうですね、まあ、ね、奥様が、はい、奥様です、ですのでいつ何時そう、お母さんになるかが分からない、ね、はい、そうだけど、もう先にも言っとったらよかと思って、だけど、もうそれが発覚した時点でね、もう大事にしていこうと、うん、そうですね、でも演者から編集側に
裏方に回ってもらってっていう風になってくるんで、うん、そうなるとかっちゃんとウトイチネとか、あともうプラスアルファの助っ人ですね。いやでもあっち帰ってうん映ってるね。まああとはね、いきなりガガガガこっちの方で、まあ、こっちでいいか、ちょっと一回止めます、一回止めますか。さっきいきなり見てるあっちのカメラ行くぞ。ね、あのここから先またいろいろ助っ人枠じゃないかけど、まあひろきちゃんとかももちろん、うん、まあ親父もおられるし、親父がちょっとねあの出演回数が減ってきてるのもまたこう高齢に伴いもあるんですけどね、ちょっと足も弱ってきて、まあ危なくないところに連れていこうというところで、うん、そんな感じでの助っ人枠みんな年取っていけるよね。そんまそうそれしょうがないですよ、年々しょうがないです、しょうがない年々変わりゆくものそれがまあうん、普通とは思うんで、うん、まあ本当そういう風な感じで見てもらえればありがたいです、はい、とまあまあいろいろ報告はねいっぱいあったんですよ、本当に正直、はい、いっぱいあるんですけど、まあ今日の報告はここまでということで、はい、ご理解のほどよろしくお願いします、はい、お願いします、まあ、気持ちよく送り出してあげたいと思いますので、本当に入社試験までして、こんなもて、こんなもて、もう、今、今気持ちよくって言ってました、今。前のとこね、やめたやめた、来たと思ったらもうおらんくなって、なんのもて、やめたいって、思っとくか、こんなもて。気持ちよくって、気持ちよくって何なんですか。気持ちよく、ちゃんと腹出したかもしれない。そうだろう。一応笑うから、ね、めっちゃ笑う。一応笑う。まあまあまあまた行きましょう。はい、はい、ということでご視聴、最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。美味しかった。美味しかったで仕事。美味しかった。こっちの話じゃなかった。お疲れ様でした。まだどうせ遊戯で会うの。そうですね。今度エギングしな。出ていいか出たろ本気でいいかさあさあこれありがとうございました次の動画はこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。大丈夫ですか。